球体。数学における球体。球体は、球面の内側の空間全体を言う。それが境界点の全体である球面を全く含む、とき、平球体、平球体、全く含まないとき開け球体、開球体と呼ばれる。これらの概念は3次元とユークリッド空間のみならず、より定時、または後次の空間、あるいはより一般の距離空間において定義することができる。次元の球体は非次元、超球体、あるいは短く非球体と呼ばれ、その境界は非次元、超球面、あるいは短く非球面と呼ばれる。例えば、ユークリッド平面における球体は円盤のことであり、それを囲む境界は円周である。また、3次元ユークリッド空間における球体、通常の球体は2次元球面、通常の球面によって囲まる体積を占める。ユークリッド幾何学などの文脈において、球体、ボールの意味で、しばしば略式的に球、スフェアと呼ぶ場合がある。球が球面の意である場合もある。次元ユークリッド空間において、中心、半径の開球体とは、からの距離が未満であるような点全体のなす集合を言う。平球体はからの距離が以下であるような点全体のなす集合である。次元ユークリッド空間において、任意の球体は超球面の内側、超球体であり、特にの時は有回区間、数学の時は円の囲む内側である円盤の時通常の球面の囲む内側である。次元ユークリッド空間における半径の非次元ユークリッド超球体の非次元超体積和で与えられる。ただしは、オイラーのガンマ関数、階乗の非整数比奇数への拡張とみなされる。整数値または、半整数値におけるの明示公式を用いれば、ガンマ関数の値の評価を抜きにして、ユークリッド超球面の体積和で与えられることがわかる。奇数次元の場合の式に現れる二重階乗和と定義されるものである。距離空間、すなわち集合に距離関数を合わせて考えたものにおいての点を中心とする半径の開き、軽量球体、あるいは和で定義され、平、距離球体、あるいは和で定義される。上記においてとしているので、球体は、開平いずれも、必ず中心の点は、含むことに注意。通例のように、平包みを、上付きの横棒で表すものとすると、及びは必ず成り立つが、一方は、必ずしも成立し、例えば離散距離空間においてとなることが確かめられる。半径の球体、開球体、平球体をそれぞれ単位球体、単位開球体、開単位球体、単位平球体、平単位球体と呼ぶ。距離空間の部分集合が有回であるとは、それが適当な球体に全く含まれることを言う。また、全有回であるとは任意に与えた半径を共通して持つ球体の有限個を用いて、必ず被覆できるときに言う。距離空間においてその開球体全体は、位相の回帰として、その任意の回集合を開け球体の合併に表すことができる。このように得られる位相空間は距離関数の誘導する位相を備えているという。ノルムを備えるノルム線形空間は距離関数を備える距離空間でもある。このような空間において任意の球体は単位球体を非倍に拡縮してだけ平行移動したものになっている。先に述べたユークリッド球体はノルム空間における球体の一つの例になっている。数ベクトル空間にを与えたノルム空間において、開球体とはなる、集合のことである。特にとして、タクシー距離、マンハッタン距離に関する球体は、対角線が軸と平行な正方形であり、チェビシェフ距離に関する球体は、辺が軸と平行な正方形になる。他の値のに対しては、列楕円、または長楕円になる。同じく、の時、非球体は、立体としての対角線が軸と平行となるような八面体であり、非球体は辺が軸と平行な立方体に対してはになる。より一般に、この点対称な有回凸回集合が与えられたとき、任意の開球体がを適当な大きさの拡縮を一様に行って平行移動したものとなっているような上のノルムを定義することができる。この定理は、解集合を閉集合に置き換えると成立しない。実際、原点のみからなる集合は閉集合だが、これはのノルムを定めない。より一般に、距離から導かれる位相とは限らない位相を備えた、任意の位相空間においても球体について述べることができる。の部分集合は、それが非次元ユークリッド、開け、平球体に同相となるとき、の非次元位相、開け、平球体と呼ばれる。次元位相球体はにおいて、の構成ブロックとして重要である。任意の非次元位相解球体は、数空間に同相であり、また非次元単位解超立方体にも同相である。同様に、任意の非次元位相平球体は非次元単位平超立方体に同相である。次元球体が非次元球体と同相となる必要十分条件はとなることである。次元解球体との間の同相者像は、の取り得る二つの位相的無機として理解することができる二つの類に類別することが出る。次元位相球体は滑らかでなくとも良いが、滑らかとなる場合は非次元ユークリッド球体と微分同相でなければならない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。